GKN ドライブラインは自動車駆動系部品を開発製造するイギリス GKN 社傘下のメーカーです。世界の約30カ国で展開する GKN 社は系列の垣根なく世界のおよそ 90% の OEM 様に製品を供給しています。全世界で生産される自動車の 50% に我々 GKN 社のテクノロジーが搭載されていることになります。高品質な製品を安定供給するには従来は熟練した作業者の経験や勘に頼っていた部分もありました。しかし作業者の高齢化が進み慢性的な人手不足に直面していたため近年自動化を検討し始めました。そうですね、まず初めに検討したのはギアの組み立て工程です。当初は専用機の導入を検討していたんですけれども人の手と同じようにきついとか緩い入りやすいなどの感覚を機械で感知するのがとても難しくて特に苦労したのは人の手の感覚をロボットで再現することで外付けのトルクセンサーとロボティック車のグリップを使ったのですが2ヶ月ほど試行錯誤を繰り返した結果やっと再現することができました。安全性に関しましては関係部署と膝を突き合わせながら思いつく限りのリスクを洗い出しまして例えばゾーンセンサーを4方向に設置しまして人の接近を検知して、ロボットと人の共存ができる環境を構築してきました。ビスカスカップリングの、加工から組み立てまでを、2班で、やってまして、そのビスカスカップリングっていう中に、薄い鉄板が入るんですけど、その鉄板に表裏がありますから、その表裏が間違えないように組み付けられるようにその判定を行うためのロボットを導入と、今までは、古い機械は表裏判別機ってあったんですけど、それだけだとどうしても間に合わないんで、LINE の作業者にお願いをして、1日やって疲れたところをさらに、表裏判別こう人間の手でやってくださいというようなお願いをしてどうしてもその無駄な残業というのはなくせないかなというようなところで、ロボットがあればなという思いから昔のロボットイメージっていうと、こういろんな柵を作って、これ以上人間は入らないでくださいっていうようなそういうスペースを無駄なスペースっていうのを取られてたかと思うんですけど、今回のそのロボットですと、共同ロボットっていうことで、余計な柵がなく、スペースも小スペースで出来上がると自動でロボットもスピードが遅くなるし本当に何かあれば止まってくれるし、安心して今は近寄っていけるそういう設備になったかなというふうに思います。結果として24時間フル稼働で月60万枚の生産能力を生み出すことに成功しました。私たち作業者の疲労も大きく減りましたし自分たちの提案から工程の自動化ができてとても嬉しいです。他の工程の応用も検討しています。でも専用機1台を購入し社内のタブボンの人に触ってもらい応用できないか考えてもらっています。これからもロボットと人間の共同による自動化に積極的に取り組んでいきます。